こんにちは、ドクターネックスです。本日は死神代行消費戦ガチャよりリメイクリルカ始めるわよ。強化していきましょう。ちょっと待ってね今のうちにここでもらえるものをもらっておく。では覚醒。ハートが浮いてる。いいねが浮いてる。復活強化。で、必要なのはこんな感じ。能力解放。一気に200まで。はい、そこで、それじゃあここで一旦挟みます。こちらがレベル200まで強化したリメイクリルカ。もう何回かされてる。でも何回かではないのか。あれですね、ボンド、初期でボンドで、ということで、2回目のリメイクですね。はい。所属は人間。キラーはクインシーキラー。必殺技、ドールハウス。リルカ愛用のドールハウスに閉じ込め、当たった傷に絶大ダメージを与え弱体にする。その特性は通常攻撃ダメージ 25% アップ。最大倍率もらってますね。全攻撃で弱体で、パッシブスキルで毒やけど無効。通常が、これ何も装備してないね。通常 65% アップ、強攻撃 30% アップ。特徴的なのが、速の雫ドロップアップ 30%。通常攻撃1つアップ1。状態上プラス5秒、緊急回復プラス1、スーパーアーマー敵ガード無効。なるほどね、スーパーアーマーもついてんのか。いや、使ってて、なんか使いやすいなと思ったんです。通常型で、なんか使いやすいなっていう気がしたんですけども、なるほど、そういうことだったか。一番の特徴は、速度ドロップ雫アップ 30%。これで10連中もあるといい感じなんじゃないかなと思います。まあ、特にこのキャラ、3人いれば 90%。4人いれば 120%。正直ね、1人だけだとあんまり恩恵を感じませんでした。30% アップでも、そのアップがない、雫よりも少ないなんてことはザラで、2倍アップまでいけば、体感できるんじゃないかなと思いますね。いつもと順番が違う。虫眼鏡。あったまきた。もう逃げられないわよ。毒が峰リルカ。質量を問わず所有するものを打ち出すことができるラブガンは月島からもらい受けたもの。誰かを傷つけることは苦手だが、いざという時は毅然と立ち向かう。アクセ、まあ、通常型なんで
まあ最大火力を目指すんであればチャッピー、金チャピー、チャピー、ああまあ消えとかですが、金チャピーはガチャ限定アクセなんで、例えば、非ガチャ限定アクセサリーで言えば、あ、ナックルダスター俺そういえばないのかな、確か。あ、ねえんだ。本来であれば、どうだろうな、人間の通常アップのナックルダスター。これの攻撃30にして通常攻撃ダメージアップっていう感じですかね。で、ガチャアクセをつけて良いということであれば、ゼタボルタン攻撃30。こうすると非常に楽ですね。継承している前提で、まあ、通常攻撃ダメージアップを積むというところですね。音が可愛いな。全攻撃弱体付きなんで、通常型でも、まあ、やっていけそうな感じはあります。その基本はね、共闘に通常型で来んなよっていうとこなんですが、間違えた。でちょっと実際に行ってみましょう。キラーはまるで刺さらない、うんうん、間違えた。通常型で敵ガード無効がついてるとマジで楽だよね。あ、やべ。勢いで出ちゃった。ここで一回紹介しよう。雪男と比べるとやっぱ、その、速度が遅いよね。全く進まないです、前には。今日一。リルカの今日一は、幅725、長さ2500、長、あ、違う違う違う。画面外までかなりいきますね。今日二。移動設置ですね。範囲は425。強酸、画面全体。ただ、通常型なんで、しかも、ガード無効付きなんで、まあまあ、強攻撃使うことはないでしょうね。なんか困って、強攻撃の無敵で回避するとか、そういったレベルじゃないかな。基本は、もう、通常失敗みたいな。
か。通常は貫通型です。さあ必殺技いってみましょう。あんたを許可するわ。通常型でチャピ積みしちゃうと、まあ、まあ本当弱体をつける、確定でつけるっていうだけの技になっちゃうかな。必殺技レベルが高ければ、攻撃寄せ冷圧残しっていうのもいいのかもしれないけど、まあ、基本はもう通常型でいいんじゃないかなと思います。そして重大なことを忘れていた。で通常型なんで迷うことなく攻撃です。でしっかりレベルが上がれば通常攻撃ダメージ 25% アップのリンク要因として非常に役に立つであろうということが考えられます。レベル2であれば会心、通常型なんで攻撃会心で、3、4防御体力を好きにどうぞ。5番目に冷圧、仮に、冷圧残しで行くということであれば、攻撃会心冷圧ってやってもいいかもしれない。で、冷圧残し攻撃寄せみたいな形にしてもいいのかなとは思う。かな。はい。なとこですかね。まあ、クイーンシーキラーが非常に少ないんで、現状もう全体を通してクインシーキラー3体じゃないかな、違うかな、4体目か。そうかそうか、銀城がいるから4体目ですね。非常に稀な、キャラなんで、そういった意味で抑えとくと旋回門クエストが楽になるんじゃないかなとは思うけれども、まあどうなるかなというところですね。今後ね、仮にクイーンシーキラーのグループバトルが新設されるとして、でサブ要因としては重要だと思います。サブはこいつ間違いないなっていうところですね。あったまきた、もう逃げられないわよ。はい、今回ここまでです。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。